遅くなりました。キー君が遅いなんて珍しい。ああ、みなつ警察に。わかった。まず話を聞け。ワン、ツー、スリー。お話が、ですね、その、なんで、警察呼べ、110番、あの時は本当に怖かったです。ごめんなさい、うさんくさいロリコン野郎だと思って、つい、まあ当たっていたけれど。今もひどいですね、ロリコンじゃないです。おはようございます。昨夜は楽しかったですね、お兄さん。ちょっと怖い時もありましたけど、いろいろ教えてくれて嬉しかったです。ティナ、警察に通報するから。ちょっと待てよ、夜バージョンのティナと一緒に喋ってただけだよ。何が夜バージョンよ、変態。どうしたんですか。黒髪ロングだ、敬語キャラだ、真面目なのに天然燃えすなギャップが最高に燃えて大好きです。じゃあ署までおとなしくしててね。君大丈夫だった？変なことをされなかった？じゃあね、にらめっこ、にらめっこしましょう。アップ、うん、もしもし警察ですか。あ、何通報してんです、にらめっこでしょ。またエリスの勝ち。ということで兄様は腎臓を取られます。厳しすぎる。ごめん、今日はつつ隠した。一生のお願いなの、与党兄ちゃん大好き。笑い方が完璧すぎるよ。もしもし、おまわりさんですか。近所のロリペドハイブリッド変態さんについて情報提供をしたいのですが。そのかっこいいあだ名は誰のことなの。冗談です。あなた誰。私は神です。もしもし警察ですか。あの、自分のこと神とか言うジャージの兵と男は。待て、俺は正真正銘八百万の神の一人、ヤトガミだ。ヤトガミ、そんな神様聞いたことありません、ただの一度も。でもそんな真冬さんをよくスカウトできましたね。どうやったんですか。もうほぼ力技でした。新しい仲間です。やっぱ犯罪じゃないですか。素敵なエピソードをお持ちですね。思い出したらイライラしてきたわ。変な人な。警察に電話。小学校好きなの。誰が。ちょっと君たち、小学校を覗いてる変な男がいるって通報があったんだけど。え、あんただ、あんた。こんな穴見つけちゃったら突っ込まざるを得ないでしょう。確かに少年心も男心もくすぐられる状況ではあるが。何言ってんの、おまわりさん。一緒にお風呂に入りたかったのかな。答えはイエスだ。もしもし警察ですか。え、ちょ、何、ちょ、何。おい、こっくりさんは強制的にお帰りになりました。ああ、実は今はお母さん商店街の人たちと旅行中で、まだ 2,3 日帰らなくて。なぬ、ってことはもしかして俺今日小野寺と二人っきり。ん、もしもし警察ですか。家の中に不審者がいた。ああ、待て、誰が不審者だ。なんで先輩がうちにいるんですか。さっさと出てってください。お人形さんのようで可愛いです。
いえ、まだ雇うとは決めてないんですが。ああ、泣くのはやめてください。おい、何さっきから騒いでんの。もしもし、警察ですか。なんですぐ警察呼ぼうとするんですか。こういう生き物が好きなんだ。おとなしくんが女の子さらってきた。警察、警察。違いますよ、迷子です。迷子。迷子？その辺を見て回ったけど、親がいなくて、子供が一人で外にいるのも良くないですし、雨が降りそうだったので店に全力で連れてきました。本当にさらってないよね。かわいい。ああ、かわいい、かわいい。エリス、セクシー。おう、セクシー、セクシー。エリスに浴場する？するする。警察に通報しますわ。とにかくエリスちゃんは大人っぽくなったと思うよ。これで兄様もメロメロだね。ああ、メロメロ。下の方もガッチガチだね。うん、ガッチガチ。もしもし、国防総省ですか。警察飛び越して米軍の派遣要請は勘弁してもらえませんかね。Moshi, moshi, motherfucker!